サーって多分サッカー大学まで大会でやったとか、僕もやってて、なんか多分サッカーのことめっちゃ分かった気になってるんですよ。20年もやってるし、結構サッカー J リーグも見るの好きだし、海外サッカーもチャンピオンズリーグも見るし、俺サッカー知ってるぜみたいな感じで思うんですけど、スポーツビジネスのとかサッカーのビジネスどうなってるのかって、なんだろうな、例えばね、あんまうまく出てこないんですけど、まあ、とにかく例えばスポンサーがどこがどれだけ出してて、このスポンサーにどういう意味があって、そのお金がいくらで、そのお金があるから実はチーム強化がこうなってるとか、あの契約って実はこうなってて、ただその強くてうまいやつが出れるわけじゃなくて、実はいろいろあるんだみたいな、これ言っていいのか分かんないですけど、そういうのってめちゃめちゃあって、そういうのって多分サッカーを生地なんかやってたからこそ分かってた気になってて、そこがビジネスとどうリンクしてどれだけお金が生まれててなんっていうのを理解しないと、ちゃんと本質的なサッカー理解できないと思うし、まあ、そこをちゃんと理解してお金を回す、それを強化に投じる、で選手が強くなる、また売るみたいな、そういうものをちゃんと考えていかないとダメだなっていうのは、まあ、スポーツビジネス僕もまだ、まあ、入ったばっかりですけど、まあ、そこの感覚みたいなものはなんとなく思いましたね。なんでそういうの知るとめちゃめちゃサッカーって面白いんで、まあ、奥深いなっていうふうには思いますね。ロスタイムトーク。